小さなリサーチ班の、じゃあ松木が発表させていただきます。全体的な話と業績について話すと、まず全体の流れとしては、1日目にアイディアソン、研究のテーマについてのアイディアソンだったり、テーマ決めを行いました。で、2日目についてはその研究決まったテーマについて、さらにどんどん構成を練っていくっていうことをして、3日目に人数がどんどん減っていったんですけど、ということをしました。1日目なんですけど、アイディアソンを班分けをして行いました。で、デザイン班、その班分けっていうのは、デザイン班、言語班、行動班に分かれて、そのままデザインと言語と行動について話し合いました。で、ここで出たアイディアなんですけど、すごい今後貴重なものとなっていくと思うので、ここでは詳細が話すと長くなっちゃうので、後でまとめてアップロードしておきます。で、簡単に話しますと、デザイン班とその業績については、メンバーはこのお二人で、リーダーは澤田さんが行っていました。で、来た当時のドラえもんが紙でこういう感じでしわくちゃって顔が貼ってあって可愛かったんですけど、1ヶ月持つようにこのように丈夫な素材にしようっていう あれ さっきの写真で、ああみたいななっちゃってて、ちょっと置いときます。行動班は、この3人のメンバーで話し合いました。話したことは、目的、どういう目的でミニドラが動くのかっていうことと、そこから求められる行動とかについてアイデアを話し合いました。で、結局、今回重要なのは、合宿中に何ができるかっていうことを話して、人の真似ができるんじゃないかっていうことを話しました。で、今後は、相談に応じて、ドラえもんって何かを出すっていう行動をするので、こういうことだったり、複数いた場合、なんか喧嘩してたら構ってあげたくなるよねとか、そういう行動についてもやっていきたいなということを話していきました。言語班については、その他のメンバーの、この多くのメンバーで話していました。で、代表は大東さん、お父さん、ごめんなさい。お父さんなので、今後話すときはお父さんに話してください。で、業績、アイディアとしては、前回したしりとりの実験から、そこから出た考察について話を広げたりしてました。で、合宿中にすることとしては、ドララの意味付けができるんじゃないかっていうことを主にディスカッションしていく。特になんかドララの、ポジティブ、ネガティブと元気な話をしている時に、ドララの元気がなかったら、なんか妥当じゃないなっていう、そういうことが起きないような意味付けをしていきたいねっていう話をしてました。で、2日目なんですけど、先ほど出たディスカッシ、アイディアからどんどん業績、研究への話にしていくことで、ざっくり言うと、行動班についてはかなり白熱したディスカッション、松木と佐々木 VS 八木福地みたいな、いろんなところで目撃されたと思うんですけど、っていうことをしました。で、言語班は女子3人で、やっぱ女子だったからかな、すごい綺麗にまとめて頑張っていきましょうみたいなことになってました。で、大事なここのこれからの進捗お願いしていいですか？じゃあ、降りるか。